もうすぐクリスマスです。皆さん1年間お疲れ様でした。1年のご褒美として食を楽しむのはいかがでしょうか。5年前に移転オープンした新潟市中央区の洋食店キッチンタク。お昼時には近くで働く会社員などでにぎわうお店です。できてからすごい頻繁に来てます。ボリュームも結構あって、うん、お腹にたまるので大好き。ビーフがすごいとろけちゃってすごい美味しかったです。ランチメニューでよく注文されるのはカレーライスやハンバーグですが、この時期注文が増えるのが、師走に入ってからビーフシチュー結構出てるんで、やはりクリスマス意識してるお客様多いのかもしれないですね。180グラムの牛肉がゴロッと乗ったビーフシチュー定食です。牛バラ肉を4時間煮込んだビーフシチュー。こだわりはお肉だけではありません。これがお肉のスープストックです。美味しさの秘密はフランス語で出汁を意味するフォンドボーにありました。牛骨や鶏ガラ、野菜などを1週間以上煮込んだ基本のフォンドボーに加え、およそ10キロの玉ねぎを煮詰めて作るものなど、メニューによって3種類のフォンドボーを使い分けています。その3種類すべてが使われているのがビーフシチュー。いただきます。そのお味は、美味しいです。非常にこうコクが深いんですけれども、しつこくなくて、そしてこの玉ねぎの甘さがしっかりと感じられます。ビーフシチューを注文したこちらの女性も一口食べて笑みがこぼれます。美味しいです。ナイフいらなかったですね。やらかいです。食事はね、やっぱり楽しいものですから、楽しんでワイワイ賑やかにというか楽しく、ね、時間を過ごしていただけたらいいなとは思うんですけど、1年の締めくくりに自分へのご褒美として美味しいグルメを堪能するのもいいかもしれません。